48研究生のワオー始まりましたね、今日もね。はい、自己紹介をします。はい、18期研究生の山口優衣です。イエーイ。はい、18期研究生の成田小日奈です。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、19期研究生の奥本かよりです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで今回は横浜のみなとみらいに来ています。はい、今回は何をするんですか？表現力を身につけてもらおうと思っていまして、さまざまな体験を用意しているので楽しみにしていてください。AKB48 研究生のワオ。この番組は AKB48 18期19期研究生が食リポ、体験ロケ、街ブラなどバラエティで定番のさまざまな企画に挑戦。ロケ番組に必要な能力を育成していく番組です。表現力を高めるためやってきたのは体験施設夢咲ギャラリー。どのようなことができるのでしょうか？当館5つの島を巡って世界と未来を旅する LG のデジタル体験ギャラリーでございます。はい、よろしければぜひお楽しみください。ありがとうございます。世界と未来、未来今後についてってこと？中にはさまざまなデジタル体験ができるブースを完備しています。音楽の島？なんだ、すごい柄かわいい、ね、めっちゃかわいいね。音楽っぽい、なんかこういうの好きやわ、ね、モノクロで。でもカーテンすごいし、白黒すごいね、おしゃれ。こんにちは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 。ここはどんなとこですか？こちらは本館の島ってことです。水芸能をしていただきます。すごい水芸能をしていただきます。水芸能をしていただきます。こちらのブースで行うのは、皆さんにダンスバトルをしていただきたいと思っています。ダンスバトル、やばいね。激アツや。激アツにします。自信、やっぱダンスって聞くとちょっと燃えちゃう部分があるんで、ちょっとここは気抜けないなって思ってます。どう？ないです。一番苦手な分野で。本当？はい、へなちょこなんですよ。え、でもさ、あれだよね、コヒーはさ、めっちゃダンス得意みたいに出てる。え？そうなんですか？リズム感はね、きっとあるはずなんだよ。歌が得意なので確かにね、リズム芸だったら、うん、ワンチャンある。こちらは世界の伝統音楽に合わせてゲームを楽しむことができるブース。タイミングよく踊ることで点数を得ることができます。うまく踊ることができるのはトップバッターは、頑張ります、成田さんです。わお、中国頑張る。あ、こういう感じ、ね、なんだすごい、すごい伝統的な歌っぽいよ。むずいむずいむずい。もう、え、頭こんがらがるで。これはこれど反応してる？あ、すごい。手2本で足りる？これ。そう。待って待って待って。4個以上つけないと無理じゃない？これ。はい。タップしてる。タップしてる。頑張ってこい。あ、でもいい。連続タップに戸惑いながらも冷静に踊り続けた成田さん。結果は後ほど。終わった？すごい、めっちゃでもよかった。次に挑むのは、頑張るよ、山口さんです。ダンスの実力を発揮できるのでしょうか？じゃあ片足でいく。片足で踊るほど余裕を見せていましたが、待って、むずい。待って、これ、これですよ。うわぁ、これ、待って、これどうやるの？ちょっと苦戦している模様。
やっぱ国ごとに歌違うね、全然。うん、ね、バンド調になった、いきなり。めっちゃもろい。でも手、日本で足りない足りないよね。しかし、笑顔を絶やさず踊り切った山口さん。イエーイ。ラストは君が来てる。めっちゃ不安なんですけど、頑張ります。奥本さんです。キューバ。しながらも先輩に応援され踊り切った奥本さん。意外と意外といけたかもしれないね。はい、全員踊り終わったところで結果発表。点数により SS から D のランクをつけられます。誰がダンスバトルを制するのでしょうか。まさかの全員 B ランク。同じ？なんか悔しいかも、ちょっと。なんか悔しい。ちょっとな。自信あったけど、うん、B だったんで。でもこれダンスっていうね、リズム感だよね、うん、きっと。そうだよね。うん、でもちゃんと結構みんな。ね。うん、最初危うかったけどね。危なかった。でも途中からだった。危なかった。ね、引き分け？泣き仲良しだね。なんか悔しいから今度やりに行こうよ、また。続いて体験するのは疲れた、難しかった、ね、お次よ。時間の島めっどういう。こんにちは。こんにちは。よろしければこちらのコンテンツの体験を。なんだこれ。紙の葉っぱの中に未来への思いを書いていただいて、こちらのポストに書き込んでいただくと、こちらのモニターに表示されるものになってます。すごい。やってみてください。すごい。こちらはカードに未来への思いを書くと木の葉になるブースです。3人には AKB48 としての未来への思いを書いていただきます。いっぱいあるな。そう、ありすぎてこの紙に埋まらないんだけど、ね、でも1個だよきっとこれ。そんなに、ね、あ、1個、うん、そんなにね、ここに望むものたくさんあったらおかしくなっちゃうからね。大きい目標を書きにくいね、なんか恥ずかしい。悩みながら書き続けること3分。はい、 OK 書けました。それでは奥本さんから発表していただきましょう。私、横本かえりはの夢は演技の仕事をしてみたいです。おー、うん、いいね。はい、成田さんの未来への思いは。はい、私は誰かの支えになる音楽を作るです。かっこいい。夢大きいんですけどね。夢を大きく、胸は大きくです。山口さんの未来への思いは。はい、私は、誰もが知っているようなビッグすぎるアイドルになるためにたくさん食べてたくさん寝て成長する。いいですね。いいや、長いでしょ。まんべんなく使ったね。そうそう、うん、した3人の未来への思いが実現しますように。続いて体験するのは。すごい、何これ。色彩の島？色彩の島？何、色ってこと？そう、綺麗だね、ほら、カラフルで、うん、こんにちは。こんにちは。お、こちら、色彩の島でございます。おぉ、こちらは万華鏡のボスクローが作っております。え、すごい。すごい。どうぞ、よろしければぜひですね、ご自身なりのオリジナルのボスカードを見せてください。え、すごい。作れるんですか？こちらは、好きな柄を組み合わせてオリジナルポストカードを作ることができるブースです。
他のメンバーに当てたポストカード作ってもらって、ちょっとお手紙を書いていただけないかなと。おお、手紙？すごい。なるほど。はいはい。三人の中で交換し合うってことですね。あ、なるほど。なるほど。とか。三人にはメンバーに手紙を作っていただきます。渡す相手はじゃんけんで決めることに。よし、私はバン、ゆりさんです。おえー、ありがとう。すごいすごい、あのね、ありがとうね、重大にしてくれて。はい、びっくりした。ということで私は大好きな成田小日菜ちゃんに書きたいと思います。ありがとう。楽しみ。ちょっと書いてね、日本語。日本語。楽しみ。ダメすぎ。はい、そして私は奥本かえりちゃんに書きたいと思います。決まりましたね、無事相手が。はい。相手を思って作成する手紙はどんなものになるのでしょうか。お願いします。早くして、早くして、ちょっと可愛いのにしてね。わかった。はい、コヒーが、私コヒーに結構片思いしてて好きなんですよ、本気で。なんかそれが伝わればいいなと思って、ちょっと大きめの愛をしたいんで、すごいなんかこういろいろな国の食べ物があるので、すごい学べそうですね。中華街の肉まん、横浜、お、横浜、すごい。ゲストさんは何これ、花が選べるんですね。お、タイムリミット3分、やばい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 。かえりちゃんっぽさを入れたいので、悩みながらもポストカードを作成した3人。え、めっちゃ可愛い。はい、ということで出来上がりました。楽しみ、どうなったのか、ね、お互いのこと考えながらね、うん、やったからきっと綺麗なはずだよね。うん、ね、そうだよね、うんうん、楽しみにしてる ね、ありがとう、うん、じゃあ次の行きますか。はい、はい、あ、行くか、うん、行きましょう。はい、手紙交換は後ほど。すごい、すごい。この後、絶品グルメで食リポに挑戦。横浜赤レンガ倉庫のグルメで食リポに挑戦していただきます。浜っ子のソウルフードといえばというものを皆さんに食べていただきたいんですけれども、どういったものだと思いますか。え、マジで横浜わかんないからなんか中華街のイメージがあるんだよね、うん、だから肉まんとかそういうのなんか、え、来たことある。そ、ある、そう、うん、なんならこの横浜の中華街も1回前に来たことあって、来たことない。でもなんか食べ過ぎて何があったかわかんないんですけどなんかでっかいなんかお肉みたいなのとか、あとはそれこそシューマイとか肉まんとか、かいちご飴、ね、いちご飴のイメージめっちゃある。そう、中華とかね、そう、中華街があるから、なんか肉まんかいちご飴とかそういう感じ。え、小籠包はありそうじゃないですかね。ちょっと中華っぽいなと思ってて、ね、ありそう、確かに。パンダマンとか、あ、有名ですね、有名、かわいい。正解はこちらになります。隠してあるの、開けてみてくださいね。はい、はい、いいんですか、開けて。じゃあ、はい、代表していきます、はい、オープン。うわー、湯気、やば、湯気、シューマイ、めっちゃ美味しそうです。うまい、泣きそう、いい匂いすぎて、いい匂いすぎて泣きそう。めっちゃいい匂いする。ワオだね、これ。ワオ、ワオ。これ使ってください。ワオ。90年以上の歴史を持つ崎陽軒のシウマイを食リポ。横浜といえば崎陽軒のシウマイっていうものなんですけど、すごい。ちょっと成田さんが、はい。そうなんですよ、ちょっと貝柱が入ってるみたいで、私アレルギーがあるので食べれない。あ、じゃあ食べます。じゃあいただきます。早い、早い、もう食べちゃっていいんですか、これ。早いよ、無駄なくいただきますね。いいな、お腹空いたな。こう幸せ、成田さんの分も山口さんが食べることに。え、大丈夫、大丈夫、いいですか、いただきます。食べ盛りなんでね、ゆうちは。めっちゃお腹空いてるんで、ちょっとじゃあせっかくコヒからもらったんでいただきます。食べちゃってください。
醤油からしはなしの派なんだね。うん、いただきます。嘘でしょ、ね、嘘でしょ。味はどう？おいしい。あの、なんか、人間モクモクしていいよ。美味しいんだね、うん、熱くない？うん、熱い、うん、湯気出てたもんね、うん、噛んだ瞬間にドローってなんか中のお肉と汁が口の中に溢れ出てきて、もう今まで食べたシューマイよりも一番おいしいです。めっちゃおいしいです。でなんかシューマイの皮がめっちゃもちもちしてて、お肉もなんか結構甘くて、めっちゃ旨味です。旨味です。成田さん、2人の食リポ伝わりましたか？食レポというより匂いで伝わってきました。ちょっと食レポはね、ちょっとね、まだまだだね。2人ともまだまだなんですけど、本当に匂いがめちゃめちゃここまでしてきて、なんかお肉、うんうん、めっちゃ肉、お肉に味ついてる？めっちゃついてます。なんかその匂いがめちゃめちゃ、匂いだけで伝わってきて、すごく美味しそうな匂いで、うんうんうん、羨ましいです、うんうん、まだまだ伸びしろがありそうな食リポでしたね。こちら、完食しました。続いてはカフェの写真映えメニューで食リポに挑戦していただきます。いただきます。シュワシュワ、美味しい。びっくりした。何味だろう。ソーダかな。ソーダの味がしてすごいふわふわなんです。どう？何味？でもソーダ味です。なんか、ね、結構なんか酸味より甘みが強い味がします。爽やかしててなんか暑いから、うん、ずっと食べてる。いや、いいよ、続いて。爽やかなのですごい涼しいなって思いました。え、味わかんないんですけど。なんかすごくフルーティーな味が私は感じて、味覚、わかんないけどめちゃめちゃ美味しいです。フルーティー、すごい透明なのがいっぱい入ってるんですけど、ブツブツが。食べてみたいと思います。どう？ほら、わあ、パチパチってる。すごい、うん、ね、あ、甘いよね、うん、めっちゃ美味しいよ、ね、うん、なんかバニラがすごい濃厚で、もう今喋ってる間もずっとパチパチ言ってるんですけど、めっちゃ濃厚なバニラなのにこのパチパチがすごく刺激になってめちゃめちゃ美味しいです。店舗限定で発売されているクリームソーダは爽やかなシトラス風味。アイスクリームの上にトッピングされた弾けるキャンディーがアクセントになっています。これからもさまざまな表現を身につけて、どんどん食リポに挑戦していきましょう。この後、手紙交換でまさかの涙。もう泣きそうです。続いては先ほど作ったポストカードにメッセージを書いて交換していただきます。この機会に普段は伝えられない思いを表現していただきましょう。じゃあ私は成田小日向ちゃんにをイメージして作った作品がこちらです。お、何のか分からない。すごいね。まあ、まずこのテーマがコヒーへの愛をテーマにして作った作品なんですけど、まあ、まずここのもう1枚にすごく意味があって、まず私は花を3個選んで作ったんですけど、まあ、でっかくこのバラが散りばめられてると思うんですけど、これの花言葉が愛なんですよね。気まずい。はい、この、まあ、重たいな。花言葉を意識して成田さんへの大きい愛を込めた一枚、何を書いたのでしょうか？コヒーへの愛をテーマにこの作品を作りました。コヒーの歌声、髪の毛、
いい匂いがするところ、たまに甘えてくれるところ、でも普段は大人のところ、全部全部大好きです。ゆいにはいつもツンデレだけど本当は好きなんでしょ、ゆい。ありがとう。え、本当ですか。はい、じゃあ私の愛受け取ってくれますか。はい。なんで小声なの。ね、本当に、ね、怖い。あれ受け取ってくれますか。ちょっと裏が見えちゃったんですけど、このハート、怖いです。呪いのハートに見えました。え、あの本当はどうなんですか。ね、嬉しい、ありがとう、嬉しいよ。ちょっと重めの愛、成田さんに伝わったみたいですね。私は奥本かえりちゃんに作りました。はい、はい、作品はこんな感じなんですけど、まずはあの青、めちゃめちゃ濃い青の菊なんですけど、なんかかえりちゃんのイメージがすごく青、濃い青のイメージが私的にあって、なんか似合いそうなお花をまずこう一番大きいモチーフとして選んで、ラベンダーを入れたんですけど、なんかかえりちゃんってすごい私のイメージで努力家で、なんかこう何にも負けずに咲いてるイメージがすごいあったので、こんな感じでお花をたくさん散りばめたモチーフにしました。え、もう泣きそうです。え、なんで、怖い怖い怖い、可愛いです。そんなちゃんとお話じゃない。努力家な奥本さんをイメージした一枚に、成田さんは何を描いたのでしょうか。かえりちゃんはとても努力家で、劇場公演のリハーサル中もみんなにしがみつくように練習に打ち込む姿がとてもかっこよかったです。たくさん泣いていたし、思い悩んでいた姿が加入当初の私ととても重なって、愛おしくも思っていました。はい、これからもその姿のまま一緒に成長していこうね、とひなより。はい、え、なに、私の愛を受け取った。ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。めっちゃ嬉しくて本当に泣きそうになりました。結構本当に嬉しい、本当に嬉しい。ありがとう。後輩を思う先輩の気持ちが伝わった素敵な手紙になりましたね。はい、私は山口恵さんに受け付け紙をいただきました。やった、ありがとうございます。はい、はい、でした。エイジさんといえばすごい食べること好きっていうのよくお話を聞くので、全部食べ物で来ました。おー、すごい、なんか分かってるね。各国のいろいろな国のお菓子が今ちりばめられていて、すごく美味しそうだなと思ったので、ゆうじさんっぽいなと思って作りました。食いしん坊な山口さんをイメージした一枚に、奥本さんは何を描いたのでしょうか。ゆうじさんへ。ゆうじさんのダンス本当にいつもすごく大好きです。いつもかっこよくてずっと見られています。じーっと見てます。ありがとう。ありがとう。本当に憧れてるぐらい大好きなので、いつか今度教えてほしいなって思ってます。お願いします。ありがとうございます。絵も描いたので見てほしいです。本当だ。え、かわいい。上手だ。上手じゃん。ほら、ちょっとポニーテール描いてあったりとか、ハートも描いてくれて、でもゆいちゃんってかわいい字で描いてある。かわいい。なんかレモンとか書いてあったりとか、なんかおしゃれだね。すごい独特な。ありがとうね。嬉しい。ありがとう。今度山口さんにダンスを教えてもらえるといいですね。手紙を通じて伝えた思いがお互いに届いていますように。様々な表現に挑戦した3人、本当にお疲れ様でした。来週もぜひ見てね。見てね。見てください。バイバイ。では今週のディレクターが選ぶベストシーンがこちら。私アレルギーがあるので食べれない。あ、じゃあ食べます。仲間のピンチにすぐさま手を差し伸べた山口さんに決定。嘘でしょ。嘘でしょ。味はどう。おいしい。 AKB48 研究生のワオは10月から水曜日の25時にお引っ越しします。皆さん見てね。